よろしくお願いします。バイオハザードシリーズちょっと知らない方もいるかもしれないので、まずこれがどういうシリーズなのか改めて教えていただきたいんですけど、そうですね、僕も実は、ゲームに少ししか入ったことなかったので、名前は知っていたんですけど、実際どれぐらい怖くて、どんな作品だったかっていうのは分からなかったので、そうですね、僕もこの作品が決まった時にきちんと調べて映画を見て、先ほども言ったんですけど、ただのホラーだけじゃなくて、しっかりとそういう人間ドラマを描かれてきて、すごい激しいワンアクションがあって、本当にたくさんの魅力が詰まってる作品で、だからこうやって見て、いろんなシリーズが続いているのかなと僕は思いました。ゾンビと戦う立場でいない。戦います。そうですね、僕らは。ゾンビにはならない。ゾンビになるかもしれないですし、ならないかもしれない。はい、楽しみ。あと、3人の役の関係性ちょっと聞きたいんですけど、医者、看護師の2人は恋愛関係になったりとか、それ、馬さんが邪魔したりとか、どういう役の関係性になるんですか？トレンディードラマじゃないですか。トレンディードラマじゃないですか。そちょっとポップラのあまり、そうありますありますね。シンゴさんとのキスシーンだっけ？ないですね。そうですね。関係性は本当に見ず知らずの13人が、そうですね、目を覚ますところがあるんで、はい、そこでこう脱出するために、いろいろ関係できてる。チームは、そうですね、チームに分かれるんですけど、監禁されてて脱出するためにチームで分かれるんですけど、その中で看護師なので、はい、で僕医者と一緒に当たり介護しながら協力し合いながら主人のさんおしゃいます。二人で協力し合いながら脱出するために頑張っていきます。出身はどうですか？あるかもしれないですよね。今後のまだ稽古始まったばっかりなので、そうですね、稽古進めていくとまたいろいろ変わってきますから、どうなる？まだ中盤なので、これがね、そうだね、島田さんが、だから、お客さんが、もしかしたら付け加えるかもしれない。そういうもんなんですか？そういうもんじゃないと思います、決まってます。この3人、ちょっとバットを控えようかな。はい、2人、若手だと思うんですけど、お二方さんで座長で、いやもう両方舞台もいろいろやってもらってますし、そういう意味では映画やって芝居やってすごく実力な努力もされてるんで、もう20歳ですよ。これからね、まだまだ無限の伸びしろもあるんで、もう引っ張っていってもらってますね。ちょっとだけ年上なので、あ、年下か。違う、違う、それは誰だろう。ないですか。でもなんか年下なんですけど、すごい引っ張ってくれるし、なんならちょっと、おい、お前こういうぐらいの、なんていうんですかね、ちょっと上からな感じは漂ってます。あ、全然上からですね。上から横ちんって感じ。もう横チンってやだな。横チンってやだな。微妙だね、それ。ちょっといいのかな。恥ずかしいですね。篠田さんのこの胃袋を掴む作戦も。胃袋を掴む作戦。どうですか？いや、めちゃくちゃ美味しかったです。僕は、みんなに紛れて2個食べちゃいました。いくらか。じゃあ6000円ですね。リンゴもこだわって、リンゴはこだわってるの？何？気になります？気になる。リンゴでも青森からたくさん送ってくれるんですよ、毎年。で、すごいリンゴが余ってたんで、なんかみんなに振る舞おうと思って。だからすごい美味しいリンゴだ。食感。普段から結構料理は作るんですけど、まだアップルパイしか持ってきてないんです。そうです、稽古場で皆さん食べたらアップルパイ。チーズケーキ。レア、どっち？レア。レア。頑張ります。普段から誰かの切り物に。あ、そうですね。稽古とかあると差し入れ出したりとか、バレンタインとかで作ったりとかですね。そうですね。本番中バレンタインですね。
頑張ります。ホワイトルームで、そうです、終わってます。個人的にもらいます。はい、事務所にもらいます。事務所にもらいます。今年のバレンタイン、どうなのか、特別な人にもバレンタイン、そうですね、いっぱいいるから、わかんない。そこは一人に何かっていうか。え、じゃあ、一人。あずまさんと横浜チームにあげます。やったやった取り合いにはなるんだ。そうです。はい。ここでサバが。あ、そうですね。さすがですね。じゃあ1個にしますね。いや、そうです。半分ですか。いや、もうサバイバルです。サバイバル。この試合しながら。チョコのために。はい、そろそろいかがでしょうか。西村さん、コアガイアということですけど、はい、今回コアガイアのこの仕事を受けてしまったわけです。はい、受けてしまったわけです。今結構そういうの恐怖しないですけど、逆に恐怖かなと思ったんですけど、私たちがやる側だったので、そこはまあ自分たちももちろん恐怖を感じつつ、お客さんにそれを体感してもらうっていうので、ある意味こうワクワクしてますね。どんな感じで皆さんが驚いてくれるのか。体感型舞台っていうのをやったことがないので、実際私たちもこう探りながら、そうですね、まあ、その皆さんが楽しいと思っていただけるの舞台にしたいと思います。で、なかなかないから、なんなら出てなかったら逆に客席から見てみたいっていうのがすごく興味があってて、面白くなる予感があるので、こちらから見てみて見れないんですけどね。怖がらせるのは結構好き。そうですね、怖がらせるのは好きです。怖がりなんで、怖がるのは嫌です。怖がらせるのはワクワクします。そんな感じでね、皆さんが体感していただけるのは楽しみです。だけが質問だね。バイオハザードみたいな恐怖な設定って何か最近出てくることがあるんですか。恐怖って言ったら恐怖霊とか。僕は感じないし、ホラーどちらかというと大好きなので、富士急ハイランドとお化け屋敷とかも一人で行っちゃうので、それくらい大丈夫です。多分本当に全くないんでしょうね。僕は好きです。仕事上で怖くなってしまう。怖くなってしまう。いや、怖かったのやっぱ、遅刻。あるんだ。やっちゃった。はい、やっあるんだ。いや、なんか、なんか、そんな大幅な遅刻って、起きた時に、何でそんなと思います。もう本当に死にそうになって、なんならもう一周回って冷静になっちゃいました。わかるわ。落ち着くんだよ。もう行かないでこうと思いますよね。いや、行きます。花粉症の薬飲んで、もうすごく効いて、8時入りが11時に来て、はい、もう焦りまくってる。一旦なんか冷静。冷静になりますね。もう謝る。もう謝るしかないですよね。よろしいでしょうか、そろそろ。今が恐怖です。なんかこう、質問で。なんか聞かれて都合が悪い。都合が悪い。よろしいでしょうか。はい。じゃあ、この方から改めて舞台についてあることをお願いします。はい。そうですね。今回、新体感型ステージということで、ますか。皆さんの五感ではなく四感を刺激して、ですね、僕たちこれから稽古を通してこのバイオハザードのその世界観を皆様にお届けできるように全力で頑張っていきますので、ぜひ劇場に足を運んでください。お願いします。お願いします。